はい、皆さんこんばんは。はい、ポピュリスの皆さんこんばんは。石原のぞみです。始まりました、石原のぞみの超ホップちゃんラジオ。今日は第10回目となります。あ、入っちゃってましたか最初ね。はい、よろしくお願いしますね。最初に言って始めちゃうあたりがね、律儀でいいですよね。こう感謝でね、やっていきたいと思ってます。はい、今週も10回目、もう10、まだ10回目なのかという気持ちもありますけれども、はい、うん、まあ、10回もやってね、なんかまあ切りよく10回目になんかね、あったらよかったんですけど、今日も変わらずやっていきたいと思います。まあ、うん、それが大事です、ね、大事大事。そういうところでね、そんな力入れてもね、長く続かないから、そういうのは。そうそうそうです。ということで、この番組はセクシー女優界のホブちゃんこと私石原のぞみが、いずれはラジオ界の希望となれるよう古文奮闘していく番組となっております。はい、まあもう何、うん、先週と今週の、まあ、いつもねやってるやつやりますんですけど、ちょっと一個クレームっていいですか皆さん。ちょっと普通オタ勢手抜いてね、今週今週ちょっと手抜いてね。どうですか皆さん、なんでかな。波はありますよね。うん、波がそう感じるんですけど、うん、ちょっと今回少なすぎて全部読めますね。全部読めちゃうんですけど、うん、まあ、今日はちょっとあれですよ、皆さん読んでほしい人は普通歌おすすめしますよ。確かに、うん、まあ、簡単に読まれるのを求めてない人が多分丸々な AV でこう何ですか、せめぎ合ってると思うんですけど、うん、全然普通歌送ってください。見るんで、ちゃんと見るんでっていうか、一番見えるところなんでお願いしますね。本当皆さん皆さんあってのラジオですからね。いつもありがとうございます。あ、どうなんだ。はい、ということで、まあ先週から今週ね、まあ何があったかの話ね。まああれですよ。すっごい仕事をしたんです私。すっごい仕事。このセクシー女優始めて約2年半ぐらいになるんですけども。まあ大体毎回すっごい仕事だなと思ってね、そのみんなに知ってもらえるというか、なんか大勢の人が私を見てくれるというか、大勢の人に知ってもらえてるっていうのは、まあ私からしたらすごいね、毎回すごいお仕事だなっていうのは思うんですけど、でもね、もっとっていうか、やっぱすごい人に会ったら、あ、すごいなってやっぱなるじゃないですか。こう何、はい、芸能人やっぱこう見てた人、私はね普通のこのお仕事始める前の方から見てた人が目の前にいたりとかすると、やっぱこうおーってなるんですけど、それでもこうやっぱまあ言うてもお会いできる人って芸人さんだったりとか、まあその同業のね女優さん、知ってた、まあ見たことのある AV 女優さんと会ったりっていうのはあるんですけど、ね、今回とか昨日ね仕事してきた人はなんと、もう某とかじゃない、もう有名な人ですね。篠山紀信さんとお仕事してきました。すごくないですか。すごレジェンド。そう、レジェンドですよ。すごい、超ビッグな、うわ、ね、大物と、すごいな、はい、お仕事してきたんですけど、まあでもね、そのお仕事をしたって言っても、そのなんだ、そのお仕事したものが皆さんの手に渡ることはないんですよ。ちょっとこうなんだろう、一般販売されないっていう意味でなんですけどね、まあ、皆さんの手に渡ることがないんで、もう情報書いてもクソもねえやと思ってもう言っちゃうんですけど、まあ、自慢したかったんで普通に普通に自慢したかったんで普通に、はい、やっぱこう名前知ってるのレベルじゃないというか、まあすごいね方ですよ。うん、やっぱり篠山紀信さんは、まあ昨日が初めましてではなかったんですけど、一度こう打ち合わせをしてから、昨日がねお仕事だったんですけど、まあ篠山紀信さん知ってる方ばっかりだと思いますけど、お写真を撮る方ですね。有名な女優さんのヌードを撮ったりとかしてて、まあもうその事務所みたいなところ行ったら、すげえ有名人と写真がバーって並んでるわけですよ。キキキリンさんだったりとか、うんと、あと誰がいたかななんかすごい面々がこう、はいはい、ずらっと並んでて、でまあちょっと
ご縁があって写真を撮ってもらえるってなったんですけど、もうね、やっぱなんだろう、こう威張ってないんですよね。全然そんな威張ってる人だと思ってるわけじゃないけど、やっぱなんだろう、大御所はもう余裕があるんですよ、心にゆとりがあるというか、もうなんか仕事をしてるけれどやっぱ緊張するじゃないですか。私結構にこやかな方なんですけど結構表情筋が豊かなね、いろんなところが動くタイプの顔面なんですけど、でもそれでもやっぱすごい、当日っていうか昨日は朝からそんなに顔が動かなくて、こうなんだろう、こうやって笑ってたっけな自分みたいな、どういう顔して笑ってたっけみたいな、今ので笑えてるかなとかを考えながら写真を撮ったのが初めてだったんですけど、すごい、もうね、なんかやっぱそのなんだろう、引き出す力というか、あとなんかこう写真の仕事してて思うんですけど、もちろん数いっぱい撮っていいのを選ぶっていうのも、もちろんね、それが正しい仕事の仕方だなとも思うんだけど、私はでもこうもうね、こう目で見て今だと思ったところを撮るんですよ、キシンさんは。こう目もカメラだなみたいな、なんかちゃんとこう今だなというか、自分のこうなんだろう、漏れてる漏れてないとかじゃなくて、なんかこう私の中の人間性とかを見て、やっぱこう私こうはつらつとしてるタイプじゃないですか、結構こう元気いっぱいで、でうるさめで面白くてポップで可愛いみたいなところがあると思うんですけど、はい、でそれを、まあ、全部なんか多分こうお会いした時とか、まあ、その今まで撮った写真のイメージから汲み取って、でそこを出そうとしてくれるから変にこう気取らなくていいというか、すごいんですよね、すごいんですよね本当にっていうお仕事をしてきました。もう早速ね、自慢したいんでどこどこ行っちゃうんですけど、それ一体、どこで、どこで、どこでこう、何、その仕事形になるっていうと、何これ企業用のカレンダーです、はあ、そう企業用のカレンダーなので、こうなんだろう、皆さんの一般の方の一般の市場に出回ることのない、ことになって、しかもですね、撮ったカレンダーが2024年のねものを撮ったので、もう先すぎます、私は先すぎる、先取りをしてしまって、そうで昨日めっちゃ寒かったじゃないですか、昨日もうバカみたいに寒くて、東京でもまあ一桁台というか最高気温もね全然上がらなくて、まあ、ちょっと小雨も降ってたんですよ。まあ、九十九里にね、撮りに行ったんですけど、朝早起きしてね、2時間かりで千葉行って、遠いな。もう九十九里で化粧して、で、撮ったんですけど、もう寒いんですけど、まあ、私、仕事が仕事なんで、もう、着ないんですね、服を。その、まあ、撮影の内容的に、服を着ることがない。服を着る写真がないというか、まあ、もう、全部脱いで撮るんですけど、カレンダーなんで、やっぱこう、季節感をね、ちょっと大事にする写真っていうのが、まあ特に春とか秋っていうよりかは、冬とか夏が分かりやすいと思うんですけど、まあその、冬はこう、そのね、スタジオが暖炉があったんですけど、でかいね、ガチ暖炉。その暖炉の前で撮ってこう、恋しますみたいな感じでやったりとか、ってなると、やっぱその夏は、その、プールがあるスタジオだったんで、そのね、片足入れてみようかと言われて昨日のあの極寒地で夏ということで、夏ということで、私全然顔だけで夏を表現できると思ってたんですけど、まあちょっとそれにプラスしてこうちょっとプールに足つけちゃえばもっとこう真夏感が出るんじゃないかとということで、あの足をね入れて撮ったんですけど、もう寒いを超えると痛いって言うじゃないですか、痛いを超えるとね何もなくなるので、なんかむしろこうなんだろう、全部こう感覚がないからむしろ真夏感を出せたというか、あ、それが狙いだったのかなそれが狙いだったのかな、キシンさんはきっとね、キシンマジック、そこで、あ、なるほど、よく分かっているなと足つけたらそれはもう感覚も何もねえわと思って、でバーッとお仕事して、
って感じだったんですけど、まあ、あの皆さんさっきからこうね、あの突っ込んでくださってるんですけど、あのそれで鼻声だったのかって言われるんですけど、あの全然関係ないです。鼻声は先週から変わってないです、私。うん。先週もね、鼻声ですいませんって言ったんですけど、多分その前も鼻声ですいませんって言った気もしますけど、あの風がね、長引いてますね、完全に。みんな鼻うがいしたことあります？鼻うがい。こういうやつ。そう。はいはい、ありますか？いや、ないです。いや、やった方がいいです。今田浩二さんが、ね、そう、やってるやつ。鼻のはね、うん、あれは、皆さん鼻うがい痛そうだなとか、そう痛そうでできないってね、うん、あのコメントが来てるんですけど、うん、あのね、やった方がいいですよ。あら、いいんですか？あのね、普通の水でやるから痛いんですよ、うん、鼻うがいって。でそうじゃなくて、あの鼻の輪って売ってるやつはなんか人間の体液に近い塩分濃度にしてるんで、なんか痛くなくて、しかもこうちょっとミントの香りがするようになってるんで、うん、スースーするんですね。でそれ鼻からこう出して、鼻から入れてで出すってやつなんですけど、あの2つのタイプがあって、鼻から入れて鼻から出すのと、鼻から入れて口から出すのあるんですけど、あの鼻から入れて鼻から出すタイプのノズルを使った方がいいといいですよ。鼻から入れて、どっちから出す？鼻から入れて鼻から出る。耳出ない。怖い。耳怖いでしょ、耳。絶対お風呂場でしない。鼻から口は、あの別に気持ち悪いとかそんなのじゃなくて、出ないんですよ、鼻から口って。あの相当あの手だれじゃないと無理で、あの鼻からうどん入れて口から出す人いるじゃないですか。ああいう人は多分そっちの方がいいと思うんですけど、あのほとんどの人は多分鼻の方がいいと思います。あのめっちゃ気持ちいいです。気持ちいいんだ。あの全部が出されて、でしかもそのなんか鼻水がこう誘発されるんで、こう出た方がいいよみたいな感じで、こう今出た方がいいよ、流してくれるんで、全部こうなんか最初びっくりしてブハってなっちゃうんですけど、そうブハってなった瞬間に、うん、そのなんか鼻水も一緒に出てくる。すごい汚いんですけど、皆さんね、あの出てくれるんで、あの全部空っぽになって、でその空っぽになったところにナザール、あの鼻にシュッてやるね、ナザールをぶち込むと、もうあの花粉症の皆さん何もなかったことになりますよ。私花粉症じゃないんですけど、今風邪気味なんでってるんですけど、で喉のうがいやるじゃないですか、皆さん外から帰ってきたら、はいはい、鼻の中にも絶対ついてますから、ウイルス全部やった方がいいです。鼻、喉、手洗い、うがいがいいと思います。そういうこと。うん、絶対そう。やってください、お願いします。はい、じゃあ鼻声です。もう話すことなくなったんですけど、いいですよ。待って、なんかあったかな。あ、撮影しました。撮影がありました。あの今年最後のね、あのエロい仕事をしたんですけど、もう終わりです、ね、もう終わりました。私12月、頭でもうエロサムしてきたんですけど、すっごく面白い企画で、おい、あの詳しくはまだ言っちゃダメなのかもしれないんですけど、ちょっと言うと、あの私はその日1キロぐらい走りました。え？AV の中で。 AV の中で1キロ1キロ1キロぐらい、2キロあったかもしれない。そんなことってなかなかないんじゃないですか。はい、笹塚を走り回りました。笹塚を爆走しました。だからあのそれ、しかも、はい、その爆走した時に T シャツを着てたんですよ。その T シャツが、その私の顔がこうバーンって乗ってる、24時間テレビの T シャツみたいなのを監督さんが作ってくれて、でそれで走ってたんで、ワンチャンそれを見かけた人いるんじゃないかなと思って、なんかもう規制とかもせずに、ああもう、あのもう、あの商店街の前とかを駆けずり回りました。はい、笹塚、自分の顔が書いてあるやつ T シャツを着てた。そう、自分でね。何それ。でもそれだけでこうちょっと気になってくるじゃないですか、皆さん。まああと 4時間じゃない、4ヶ月ぐらいで出るんで、まあまた出たらね、あの詳しくはちょっと話すとあれかもしれないですけど、あの話しますんで、はい。ということでエロ納めをしてきたよっていう話でした。はい、早いですね、エロ納め。そうなんですよ、私今年めっちゃ早かったです。なるほど。まあ来年も頑張ります、ね、ということで、じゃあ普通おたいきます。はい、
ふつおたね。じゃあ一人目いきましょうか、ポップネームてっつんさん、はい、のぞみんこんばんは。毎週毎週楽しみにしております。12月になり、こちらはついに雪が降って積もっています。北海道の方なんでね、はい、のぞみんはあんまり雪とのエピソードはないと思いますが、やってみたいウィンタースポーツや雪遊びなんかはありますか？スキー、スノーボスケート、雪合戦、雪だるまなど何かありますか？これから長い冬ですが、寒さに負けずに頑張りましょう。はい、ありがとうございます。私確かにこう生まれ育った地域的に、あの降ってもびしゃびしゃの汚い雪しか降らない地域だったんで、でしかもまだいまだにこの上京し、上京マックス東京ぐらい、東京まで、北は、うん、こう全部のこうなるところになると、金沢とかね、その、うん、この日本海側の方は行ったことあるんですけど、あの東京より上は行ったことがなくて、北が。でめっちゃ行きたいんですよ、雪よ。なんかふかふかの雪っていうじゃないですか、雪見たことあります？ ありますめっちゃある、めっちゃある。え、出身とか言ってますか？北海道。あ、北海、そう、そうや、そうそうそう、やば、めっちゃ雪見たことある。じゃあ雪プロですね。雪プロ一歩呼び雪プロみたいになってますね。雪プロ的には、はい、多分スキー、スノボ、スケート、雪合戦、雪だるま、全部やりました？全部やりました、はい。どれがおすすめですか？やっぱりスノボとかスキーとかやってほしいですけどね。なんか石原さんのゲレンデ似合いそうです。あ、わかります。うん、わかる。みんなもわかってます。あ、わかります。わかる気がします。でも一回、昔小学校6年生の時に、なんかスキーの、なんか行ったんですよ、遠足。スキー遠足みたいな。はいはい。あったんです。あったあった。あったけど、でも本当に、こう、ハの字でやるんですよね。ハ、はいはい、の字でやって、ね、なんかこう、こうなんか雪がこうなってるところにこう、もう止め、うん、あれで止まるわけないじゃない、はい、と思ってるんですけど、私しかも最初あれ持たせてもらえないんですよ、うん、なんか慣れない人はボードだけ、なんかスキーの2つのあれだけでやってくださいって言われて、鳥も足を鍛えろって多分思ってるんですけど、だからあれねえから止まんなくて、私はこうここスカンとね、こうスカンと落ちてしまって、え、崖みたいな、なんかこう崖みたいになってる雪のところをこうスースカンって行っちゃって、うん、でそこからあ全然楽しくないってスキーはね、うん、はいはい、思っちゃって、雪とはもう無縁の人生を送ってるんですけど、うん、避けてきた、うん、もう避けてきてしまいました。昔だから、その何、ちっちゃい頃は、私の記憶ですよ、ちっちゃい頃はなんか雪はよく降ってた気がするんですよ、はい、太平洋側もね、うん、でも大人になっ、あ、でも去年降ってた、なんかもう心が踊らなくなってしまってるんですよ ね、まあ、ね、もう雪に対して。でも誘われることはないですか、なんか、あ、ね、もうスキーとか、あ、もう全然そんな、アクティブな友達がいないです。だからその何、雪を知ってる人が周りにいなすぎて、みんな知らないんですよ。私の地域の人ばっかりだから。もう雪を知らずに、雪を避けて、生きてきてるわけなんで。周りもみんな避けてる。あ、みんな避けてる。何が楽しいのって思ってますから、みんな。なんだろうな。でもまあ。せっかく似合うからな。そうなんですよ。ウェアは着たい。ウェア着たくて、ウェア着て写真だけ撮りたい。それはめちゃくちゃ自覚はしてる、うん。あ、もうだってあんな、もうレフ板の塊じゃないですか、雪って。まあ、そうそうそう、レフ板の塊だと私思ってるんで、そう、あれはやりたいけれど、うん、どうなんですかね、まあ、うん、今年は、今年は、でももうモチベが下がってきてるんで、冬の。あれはその雪山でとかそういう作品はない、ないです、ないです、もうそんなもう雪山で、ないです、ないです。そういうところで雪を見ることはない。ああ、もうない、ない、ない。うん。で、去年、だからその東京にちらっと降った雪は見ましたよ。うん。はいはい、うん、あ、すっげく、その次の日私、撮影だったんですけど、すっげく迷惑だったんで。そう。すっげく迷惑で。降ってくれんな。もう、次の日、道路があれで、タクシーも捕まらない。電車で行きましたから。
もう本当にもうやめてくださいね今年は。はい、じゃあもう雪は勘弁ということで次行きます。はい、次のふつおた、ポペネームサブスク銀馬さん、ふつおたです。今トマトジュースを飲んでいるのですが、トマトが嫌いです。美味しくないです。苦しいです。そこでのぞみさんは何か苦手な食べ物とはありますか？あと、もしあるなら苦手な食べ物を目の前にした時どうしますか？なんで飲んでるんですか今トマトジュースを。普通に、まあね、うん、健康を考えてるんじゃないですか。健康考えるのはトマトジュースのジュース飲んじゃダメじゃないですか。普通に、まあ、トマトジュースも確かにそのなんか血液系なのかな、何なんだろう、なんでトマトジュースを飲むんでしょうか。わかんないけど、でも嫌いなら別に他の方法ある気もするんですよね。うん、他で直しましょうね。で、私はそう苦手な食べ物ありますかって聞かれてるんですけど、私ね本当何でも食べれるんですけど、強いて言うなら、強いて避けてもいいのであれば、別に食べなくていいなって選択の中あるんであれば、セロリ、生のセロリは食べないし、あとラーメンも食べないです。ラーメンはちょ、これほんまに男の人めっちゃラーメン好きじゃないですか。まあ、ね、なんで何が、いやいや、何が嫌いなんですか。嫌いっていうか、うん、嫌いじゃなくて別に食べなくていいなと思ってるんですよ。あ、なんかまずよ、晩ご飯のじゃあ何、お腹空いたら何食べよっかなのリストにも入らない、うん、し、お昼ご飯にも入らない、うん、で、もう一口食べたら一回その挑戦をしたことあるんですよ、うん、あの、もうそんなん言ってもラーメンは美味しいから食べなさいと言われて、その友達とかに、ね、食発こうね、もうあの、今君はラーメンは好きになれる、もうそんな店がいっぱいある、こってりしたのが嫌なんだろう、じゃああっさりしたところに行こうみたいな感じで連れて行ってくれるんですけど、一口食べたら、あ、オッケー、もうお前のこと分かったってなるんですよ。もういいわってなるんですよね。何が美味しいんですか。美味しいとは思わない。味が濃いなというか、塩分を感じるなって感じ。なんかこうお酒飲んだらラーメン食べたくなるってみんな言うじゃないですか、はいはい、もう全然わからん。ツルトンタンでいい。ツルトンタンでいいで、だって、え、みんなどう、違う違う、ほんまに美味しいラーメン食べてみればって言われて、ほんまに美味しいと思うラーメンをみんな食べさせてくれるんですよ、みんな友達が。ちょっとこうやって言うのも悪いですけど、でも違うだから、そのほんまに美味しいラーメンを食べたとしても、みんな違うから、ほんまに美味しいと思う方向が、ちょっと面白いね。コメント欄の感じ見ても、うん、ラーメン支持派多すぎます、そう、支持派。男の子めっちゃなんかさ、高校生の時もそうやけど、みんななんか、じゃあラーメン行こうぜみたいな、何あれと思ってたんですよ私。ラーメンは嫌いな人はまだ見たことないんですか。味が濃いものが得意じゃないんだ。いやいや、もう全然味濃いのは食べますよ。あの、マクドナルドも美味しいなと思うし、うん、あの、中華料理も美味しいなと思うし、でもラーメンは、別に必要じゃない。なんかね、ラーメンといってもいろいろあるじゃないですか。中でも、まだこれは許せるなみたいなのは。もうその許しを、なんか許しを出すレベルにも行ってない。もうなんか全然なんか仲良くなれてない。まず、あ、そう友達になれてない、ちょっとびっくりですね。そう、なんかこう、あとすごいこうね、あの、匂いの強いラーメンがあるじゃないですか、はい、ラーメン屋さんとかね、あれももうなんかおーってなるんですよ。もうおーってこう、へーみたいな、これで美味しいと思う人が、失礼です、とってもね、とっても失礼なこと言いますけど、これで美味しいと思う人がおるんやなっていう、これに人々は熱狂してるんだ、そうすごいなと。だ、そのラーメンが好きっていうのって多分めっちゃいいギャップになると思うんですよ、女の子。なんか、全然ラーメン食べるよとか言いたいけれど、全然一人で行くよとか言って、なんかこう、あ、なんか ガツガツ食ってる、ちょっと男っぽいのがあってみたいな、っていうのやりたいけれど、私はダメです。もうそんな、そこまで行ってないです。あっさり塩ラーメンも、いや、もうなんかそのあっさり塩ラーメンって言ってるくせに全然あっさりの顔見せてくれないですよ。食べやすいって言われた塩のラーメンは、全然あっさりしてるし、
やっぱその私は多分ご飯をみんなでワイワイ喋りながら食べるのが好きなんですよね。それも相まってやっぱこうこうなってるね、うん、こうグイッとなってるあのラーメン屋さんの雰囲気もやっぱこうおおっとこう、うん、こう圧を感じるというか、みんながもうラーメンに向き合ってるから、もうさっさと食って帰れよみたいな感じが、うん、あとね今鼻がこうなってるんで鼻水絶対出るなとかはね、そうそうそう、ね、それも相まってねあれなんですけど、まあ、ね、そんな私でも食べれそうなラーメンがあれば紹介してくださいそう腕組んでるね店長が怖いですね確かにねはい、じゃあこんなもんにしましょうか。よし、こんなもんにします。いいんですか、はい、じゃあもうささっと読んじゃいますねごめんなさいね、ささっとと。はい、じゃあ最後ね、あの普通と最後3枚しか来てないですから。はいはい、はい、じゃあポポイネーム、はい、どんぐりのみさん、ふつおたです。いろんな場面で活躍中ののぞみ、歌うお仕事も多くなってきましたが、学生時代は吹奏楽部で頑張ってきたみたいなので、ピアノなんか弾けますか、弾き語りなんか見てみたいです。そうなんです、私実は吹奏楽部なんですよね、中学生の時。ジョバスっぽいでしょ。ジョバス、わかるわかるわかる、ジョバス、うん、全然導かれたけど今ジョバス顔、わかるわかる、そうジョバス顔とねよく言われるんですけども、ジョバスっぽい、うん、まあ一応トロンボーンとチューバをねやってました。でまあ、ピアノも習ってたんですよ一応。でもね、もうピアノ習ってたのも遠い昔で、うん、で私はね、もうピアノ大嫌いだったんで、ボイコットかましまくってたんでもうやりたくなさすぎて。ピアノってね毎日積み重ねの練習が大事なんですよ。でそういう人がこうプロの道を歩んでいくんですけど、私は毎日の練習がもう苦痛すぎて、もう嫌ってなってやめ、もうピアノでこう当日ね行って練習してきたかと、で弾いてる途中にもう分からなすぎて泣いてやめました一応どこら辺まだできるんですか。ね、ピアノ習ってた人が分かるか分かんないんですけど、なんかレベルがあって、そのドリルみたいな、ピアノの曲のドリルみたいなのがあって、それの、バイエルっていうね、なんか上巻下巻があって、でそれを終わらせて次ブルグミュラーっていう、なんかその教科書みたいなのに行くときにやめました。まあ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 、まあ、簡単なのなら弾けます、うん、なので弾き語りはできません多分練習するのが苦痛すぎて途中で泣いてやめると思うんで弾き語りはしないと思いますはい、というわけで、毎週水曜日この時間は石田のぞみの超ホブちゃんラジオ、よろしくお願いします。シンプル大喜利、はい、新コーナーですよ。はい、日頃よりリスナーに大喜利を強いている石原のぞみですが、そろそろ本人も大喜利をしたくなってまいりました。これ言ってないからねしたくなってまいりましたと思ってますと入ってますからね。はい、今日はそんな私の欲望を発散すべくリスナーに提供してもらったお題で大喜利をやってみますと。いや、うん、大喜利なんかもう怖いよこんなさ、チャレンジ企画。いや、まあそうですけど、こんな荒波にね、大喜利の荒波に揉まれたリスナーたちにこう見せびらかす、怖すぎる。ここで、ね、力を見せつけて、うん、いや黙らす、いやもうありです。じゃあ私生き様がおもろいタイプなんでちょっとこうなんかとっさに出る、まあ大喜利、まあやってみましょうかと思うんですけど、まあこれね、私別にこれやりたいなんて言ってないんで、ちょっと今回はね、坂さんの坂木原さんも巻き込んでやっていきたいと思っています。まあね、この場にいるマネージャーさんも今、油断をしているかもしれませんけれども、ね、やってもらいたいなと思ってます。圧かけてますよ。目が合いませんけれど。全然。はい。ワイワイ。ワイワイね。これ、まあ、なんで、皆さんがその、何今の大喜利面白くねえぞとか、なんかこう、何こう、ね、痛い。なんかこう怖い言葉、鋭い言葉を投げかければじゃないんですよ。このなんか、そうですね、みんなでこう、ワイワイ。ワイワイ一本みたいな感じでねそれワイワイ一本取ろうよ、そう空気感で一本取りましょうっていうね感じでやっていきたいんで、でね、今日は演技力検定ないんで、このワイワイのね中で、まあ
なんですか、鋭い言葉を投げかけるのはちょっと怖いんですけど、まあ、ちょっと今の違うかもなみたいなのでね、あのこう遠回しに言いたいよとか、はいはい、今のうまかったのは座布団1枚みたいな感じで、あの希望失望スタンプ ね、 いいね、せっかくありますんで皆さん使っていただけたらなと思っております。はい、じゃあやりますか。やりましょう。うん、でまああのフリップをね、フリップを用意してくれたんですよ。うん、しかもね本人ねやる気満々です。自分の分もね買っちゃってね。いやいや、なんかあったな。いやいや、もう、大丈夫大丈夫。やりたいんでしょ。やりましょうやりましょう。はい、じゃあ皆さんね、あのこれ皆さんが今回はいつもね私が出す側なんですけど、皆さんに今日はちょっとねお題を出してもらおうと思います。あの簡単にね、そうですね、やってもらいましょう。あの大雑把な。そう、なんか掘りすぎて大喜利に本当にやりすぎると、うん、そう。ね、石原さんも緊張して、うん、そう、もう緊張してザックバラ、ね、もう肩がもうキュッてなっちゃうんで肩キュッてなって奥歯グッて噛んで寝ることになるんで皆さんちょっとね、そういう空気だない、そう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 、ワイワイやりたいんで、大喜利っての楽しいもん。はい、あ、なんか来ました。1個目、何ですか。はい、お題、西の卒業式と東の卒業式の違い。え、難しい、西の卒業式と東の卒業式の違い、しかも大喜利でしょ。なんて書けるんですか。ちょっと待って、よくみんなそんなお題も出てくるね。もう希望を送ってくれてる人ありがとうございます。待って、あんたたちもやっていいよ、これ。あんたたちもやりな。うん、リスナーあんたたちもやるのよ。いいですね。そう、西の卒業式と東の卒業式の違いね。よし、じゃあちょっとこれもピン止めとりましょうか。ラジオなのに、ラジオなのに新感覚ですね、なんか。うん、でどんどんあの、うん、使い捨てていきましょう、うん、お題を。確かに、来賓のお辞儀の深さ。むずくね、ちょっとむずくない。ちょ、うん、できました。お、じゃあお願いします。あのお題、はい、お題、西の卒業式と東の卒業式の違い。西はお辞儀、東はジャズダンス。あ、いいですね、こうなんか、はい、あの、あ、なるほどね、こんな感じいいのねって今なりました。そうそうそう、うん、そういう感じです。なるほどね。よくみんなできるな。ちょっと失望スタンプ送られてきてますけど。あ、あ、ダメですか。ダメでした。まあまあ、なんか厳しいの一人いるな。厳しいですね。うん、もっと、ちょっと考えすぎかもね。もっと柔軟に、柔軟に、はい、お題、西の卒業式と東の卒業式の違い。はい、西の卒業生はあの卒業生の言葉あるじゃないですか。もう言うの長すぎね。卒業生の言葉の時に
あのみんなで言うじゃないですか。はい、その時にめっちゃ楽しかったって最初に着く修学旅行出た。もう難しいよ。楽しかったとかじゃなくてめっちゃねつけたか、めっちゃをつけた、そう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 いうことです。希望つけてください、お願いします。希望つけてください、お願いします。ちょっとじゃあ次行きますか、ね、じゃあ皆さんちょっといいですか、次のお題。あ、来ました、はい、最初はグーテンモルゲンさん、冬に感じるストレス第18位は冬に感じるストレス、ね、うん、はい、早い。じゃあいいですか。はい、はい、冬に感じるストレス第18位は、半ズボンめっちゃ寒い。そらそう。そらそう。うん、はい、はいはいはい、冬に感じるストレス第18位は鎌倉狭すぎる。北海道すぎますね。延長して、お、延長してますよ。延長してますよ。はい、じゃあ行きます、はい、冬に感じるストレス第18位は一日の最初声出るか不安。ああ、いいですね。ありがとうございます。確かに、そこは確かに1位には踊り出てこないけど、そうそうそう、いいですね。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。どんどんね、あ、もうみんなこうめちゃくちゃこうね上げてくれますね、うん、よかった、この場で。もう絶対公の場でやんないこれ。いいじゃないですかね、このこじんまりとして、ね、うん、こじんまりとね、こう皆さんでねやっていく感じでね、うん、まだいますかねこれ、うん、でもやりやすいお題です。 まだ出そうだったら、あ、私ですか、はい、お題をちょっと、もうちょっと次行きませんか。次行きたいっすね、はい、じゃあ皆さんちょっと次のお題お願いしてもいいですか。こんな結婚式の友人代表挨拶は嫌だと思う。お、こんなどこだ、これだね、ピン止めしましょう。はい、こんな結婚、うん、本当にラジオが不安になってくると。すいません。みんなおもろいな、私これで磨いていこう。そうですよ。うん、こういうね、うん、揉まれて育ってくる、揉まれた、こういう場がやっぱ必要ですから、うん、確かにそう、大喜利もできるっていうのがなんかどっかであれば。大喜利もできるって強いですよね。強いですよ、うん、
おもろいのがありました、はい、文句で来て挨拶してる絶対ねえ、いかつい人ですよね。モンクレールっていうあのめっちゃ高いジャンバーって言うんだっけブルゾンって言うんだっけ今はあのすっげえ高いアウターを売ってる店があるんですよ。もうなんかホストとかあのスカウトみたいなやつしか着ないジャンバーなんですけど、ジャンバージャンバー着てくるやつジャンバー買いとんダウン、そうダウンだわ、ダッセインはジャンバーって言っちゃった、やばい、お母さんみたいな言い方になっちゃう、ジャンバー着やあんたみたいな、もう恥ずかしい、うん、出ましたね、もう、もう私もう出ないです、はいはいはい、はい、じゃあいいですか、はい、こんな結婚式の友人代表挨拶は嫌だ、どんな袴のチンピラにマイクを奪われている。ガヤに奪われてます。ガヤに奪われてますよ。じゃあちょっともう、はず、もう、全然もう、ダメなので、あの、ちょっと、うん、ちょっと次行ってもらっていいですか？そうですね。お願いします。なんかその、うん。もう、やっぱ数出した方がいいです。数出し。数頑張ります。お互いじゃあ5秒以内にしますか。やばお互い5秒以内、いきなり揉むじゃないですか。質を下げて数出しましょう。そうですね。じゃあいきます、お題ね、はい、サッカーの試合終了後に交換するものは何ですか。はいはい、はい、どうぞ。サッカーの試合終了後に交換するものは何ですか。サーモンはい、はい、サッカーの試合終了後に交換するものは何ですか。スパイクめっちゃ走った。スパイク合わねえだろあ、いいですね、うん、はい、出ました、はい、サッカーの試合終了後に交換するものは何ですか。名字名字いいですね、うん、こういうのはね、はい、どこどこで来ます ね、はい、いいですね、気持ちがこう、でちょっとあとラストじゃあ1個ぐらいいきますか。いきますか、はい、はい、じゃあお願いします皆さん、はい、あスピードが大事ですか。うん、大事大事。お、来ました、はい、これだけは嫌な最後の晩餐、はい、はい、はい、これだけは嫌な最後の晩餐、ゆで卵、ゆで卵はい、どうでしょう、はいはい、いきますよ、これだけは嫌な最後の晩餐、オイフル5個嬉しいと思うかもしれないですけどね、5個は嫌かもしれないですね、5個か、うん、1個だったら逆に、うん、まあ儚さがあるんですけど、確かに5いけちゃったらね、うん、はい、いきます、はい、これだけは嫌な最後の晩餐、韓国海苔、韓国海苔あ、海苔な、うん、海苔ね、ちょっともうちょっとなんかなかったのかと思う確かに味しますからね、でもね、うん、はい。
はい、これだけは嫌な最後の晩餐。バニラ。なんなん。こうね、ぼやっとしすぎてますね。ぼやっと。ぼやっとしましたね。はい。じゃあまあこんなもんでいいんじゃないでしょうか。うん。まあ最初はねあれでしたけど、なるほど、はい、大喜利とは数打つ感じですよな。そうですね。まあ悩みすぎても、確かに確かに、はい、そこのあれが上がりますもんね。はあ、まあちょっとこうやってみた感じ、まあちょっとこの大喜利に対するそのイメージが覆りました。あ、本当ですか。はい。いい方向に。ああ、いいです。まあちょっと今後もね、大喜利できる女は強いんで。これちょいちょいやってもいい。ちょっとやってもいいです。全然。全然やってください。はい。あの、リスナーさんもね、これお題出せるしね。そうそうそう。あの、リスナーさんもね、あの、皆さんやりやすいようなね、お題を皆さん出してくれてありがとうございます。さすが、あの、揉まれてるだけありますわ。やりやすいお題は分かってる。はい。うん。じゃあ、まあ次からも頑張りますから。はい。あの、面白かったよって思ったらね、普通音でもいいんでね、あの、教えてくれたら嬉しいですね。自信がつきますんで。はい、ということで以上、シンプル大喜利のコーナーでした。まるまるな AV のコーナー。はい、あれ前もこんな風に抜いたことあったなとデジャビルル現象が起こる AV のようにこのように存在しない架空の AV を教えてください。最後に私が今週一番気に入ったものを発表します。まあもう定番のコーナーになってきてますが、あの、普通オタ送らなくてもあの AV だけは送ろうっていうね、あの気合を感じられる今回もねラインナップでしたから、はい、ということで、まあ、やっていきましょうか。じゃあいきますね。まずはポペネームぶどうちゃんさん、バーベキューソース、タルタルソースなど女優がエロではなく食を目的としているので竿を舐める際にディップソースが多数用意されている AV 男優さんの竿は終わった後パンパンに腫れてアイシングしてました見たんですか見たんですか、あなたは。見たものを言ってるんですかね。はい。じゃあ続いてはぶどうちゃんさん、女優さんの体に蜂蜜を塗りたくった後カブトムシの格好をした男優がそれを舐めに来るという初めて AV を見る少年も入りやすい初心者用 AV 全然初心者じゃないよこれ、クローズが見るやつでしょどう考えても塗りますねこの人、だいぶだいぶね、塗りたがりですね。塗りたがり。はい、じゃあ続いてもぶどうちゃんさん、私を雇ってみませんかの一言で始まり、仮面夫婦を演じる二人が徐々に惹かれ合っていく大人気 AV、 逃げるは恥だがチンコ立つ、もう失礼失礼なやつ完全にまあね、それがね、発端となってこう結婚に至ることもねあるかもしれないですね。はい、じゃあ続いても略しても逃げ恥では確かに確かに略しても一緒、うん、やだ。はい、じゃあ続いてもぶどうちゃんさん、ロンリーチ一杯パイオツドライチですと巨乳を役に入れて無理やり満貫を上がる AV なんて読むのこれ。ジャンキー、うん、まあ、マージャン、私が疎いんで読めなかったです、すいません。まあまあね、役を一個ずつ積み上げていくんですけど、へえ。巨乳が言うように漫画までこうなるほどね、はい、じゃあいい、なるほど。じゃあ続いて、シーズちゃんさん、まるまるの AV、 ジョブチューンで五つ星の匠たちが総じてチンコをうならせた至極の AV あれね、よく話題になってるやつね、うん、絶対炎上しますからまたどういう絵なんだろう何の匠なのって五つ星の何の匠をうならせるの、はい、じゃあ続いて、続いてもしずちゃんさん、今日も晴れて青空で気持ちいいな、いろんな人に励まされて仕事できて最高に恵まれてるなと日常の心の気持ちいいに焦点を当てた AV まず AV じゃないよ、全然精神的に精神的 AV です誰の何の AV なんでしょうこれは、はい、じゃあ続いてもしずちゃん、おじいちゃんおばあちゃんの乗ったハトバスの中で目の悪い耳の遠いおじいちゃんおばあちゃんにどこまで声を出して見せびらかしても大丈夫か実践している AV 実験に使うのここまでやったら大丈夫かなとか実験に使わないから、ダメになっちゃったらどうする本当に意外と聞こえるかもしれないですからね、はい、
じゃあ続いても、しずちゃんさん。精子のことを異様にデジルと言ってくる女優に対して、それ、出しなと男優が訂正するたび、注意、精子ですと訂正テロップが入る映像。ね、読み方に。そうそうそう。頭悪い。みんな頭悪い。はい。じゃあ続いて。続いて、てっつん、ポペナムてっつんさん。本編中、女優が作る手料理が美味しそうすぎて、性欲よりも食欲が勝ってしまう飯テロ AV。気になりますけどね。どんなん作ってんのか。新海誠 AV。こっち行ってるところかな。確かに。はい。じゃあ続いてもてっつんさん。男優のセリフ全部いい声ない福山雅治 AV。歯は限らない。福山雅治 AV って何だもん。特定の人物や絶対。はい。じゃあ続いても、てっつーさん。地上から見ると何でもないのに、上空から見ると全貌がわかるナスカの地上 AV。全体を見たらわかるのか、全体見たら、あ、エッチなことしてる。なるほどね。わかりづらい表現をしますね。はい。じゃあ続いて、ポペネーム、玉しゃぶろうさん。おいくつなの ?18? あら、それは18じゃない。驚いたな。お肌も眩しいよね。グラサンかけちゃおう。あ、君にじゃなくて、僕がかけなきゃね。あははは。かけるって言えば、お顔に何かかけたりするんでしょ?怖いよね。あははは。なかなか話は進まない。高田純次主演 AV。まあ確かに話進まなそう。みんなねドラマとかだったらもうなおさらね飛ばすでしょうね。はい。じゃあ続いても玉しゃぶろうさん。露天風呂にてパコ殺中、お猿のカップルがやってきて隣でおっぱじめるほのぼの温泉 AV。 パコ殺中うざいっすね。パコ殺って言うな。なんだパコ殺。はい。じゃあ続いて、ポペネームサブスクリーンバさん。見ている最中に英語で動画について英語で問題が出される受験対策リスニング AV。 見てる最中に英語で動画について英語で問題が出される。どっちもだから、うん、抜きたいのにね集中できないね。はい。じゃあいきます。はい。続いてポペネームジョンソンさん。発行元が国の AV。 硬そう。厚労省、うん、めちゃくちゃ硬い AV なんだろうな。続いても、あ、声が、うん、はい、失礼しました。続いてもジョンソンさん。行為中に実況と解説が入る AV。 これね、めっちゃ来てたらしいです、この回答。皆さん、あの見すぎですよ。かなり影響を受けてワールドカップをね。でもね、今回は結構こうワールドカップ絡みなのがね、多かった気がしますね。はい。じゃあ続いてもジョンソンさん。カメラワークが下手すぎて男優さんの後頭部かお尻を延々と見せられる AV。 もう死ぬほどあの悪評つくと思いますよ、これレビューが。はい。じゃあ続いて、はい。じゃあ続いて、ポペネームモノジトリテトさん。はい。駄菓子屋に並んでる懐かしの AV。 これね、大人が行きたくなっちゃいますね。駄菓子屋にね、ボンタン AV です。ちょっとこう溶ける、あれに包まれてるね。AV。 はい。次ね、続いてもモノジトリテトさん。はい。いろいろと不謹慎でごめんなさい、国会 AV。 やだ、硬すぎる、かぶりという。はい。じゃあ続いてね、続いても、続いては違います。はい。ポペネーム考える人さん。ピストンの度に3歩進んで2歩下がる AV。 こうバン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 ってこう1回こう下げるんじゃ行き過ぎたなっていう。水前寺記憶を。続いても考える人さん。ずっとピロートークでいいのにと思わせる AV。 ダメだよ。時間だった、うん、もうそこ、ね、そこを大事にするねタイプの人は刺さるかもしれない。だからそのエモいシーンなんだかね。うん、エモいシーンをね、恋人との帰り道みたいな雰囲気なんだ。はい。続いても考える人さん。ホールド部分が全部チンチンの壁をひたすら登っていくボルダリング AV。 同じ人か。本当に送ってきた、ね、本当にさっきのと同じ人なんですよ。やだ。人ってことですもんね、うん、全部がね。
やだね。続いても考える人さん、どんなに離れていったとしてもやっぱり戻ってきたくなる奇想本能くすぐる AV。 あ、もう何回も見てるんでしょうね、同じやつをね。これじゃないとダメなんだなってなっちゃうんですね。奇想本能ってくすぐられるもんじゃないですか、ね、確かに、なんとか本能をくすぐるってもう母性しかない、母性初めて聞いた、じゃあ続いてお考える人さん、辛味の摩擦で火起こしを試みるサバイバル AV。 いきなりバカになるね、どうですかもうめちゃくちゃもうどんどんこう煙が出てくるとね、テンション上がってきてどん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 ってなるんですよね。結構緊迫感があるんです、火が立つまではね。こっちに火種を、はい、じゃあ続いてコベネームのぶのぶさん、触ったか触らなかったか微妙すぎて常に VAR 判定が入る近物 AV。 わかります、何 VAR。 こうワールドカップで導入された、あのシスなんか新しい技術で、ボールがその出たか出ないかとか誰が接触したかというのを後で VTR でこう分かるっていうシステムなんですけど、これを採用しました。近物にやだ、でこれ触ったって言って見たらもう触ってなかった、難しいでしょ、なんだそれ。じゃあ続いて、続いてポペネームミーさん、ベスト8には届かなかったけれどドイツとスペインを下し最後まで感動を届けてくれた AV。 もうこれ AV で言ってないですよねワールドカップ言いたかったんですよね、絶対ね。確かにね、感動しましたね皆さんね、いいワールドカップでしたね、はい、じゃあいきますね続いてね、はい、続いてはミーさん、好きな AV はと聞かれ3本ありますって言ったのに結局5本答えてしまう本田圭佑。もう絶対もう入ってくるんですね、もうワールドカップがね、3本ありますって言ったらね結局5本答えてしまう、はい、じゃあ続いてもミーさん、ワイプでツンクが片耳にヘッドホンして聞いてる AV 見たことあるぞそれ、こうやってねやってんのね、片耳でな、はい、じゃあ続いてもみーさん、セックス中女優がずっとナンプレをしているクソナエル AV 私のこと言ってますよねそれね、そんなことはしない、そんなことじゃないですか、はい、じゃあ続いてもみーさん、女優のスゴ技テクニックに男優がテクイテクイとあえいでる AV あの子は好きですね、めっちゃテクイテクイめっちゃ慣れちゃうんだけど、はい、続いてもミーさん、女優が尊すぎて尊生きできる AV 何尊生きって尊いってなるでしょうね、やだな、はい、じゃあ続いて、お、ちょっと待ってねみんな、あ、続かなかったです、はい、以上でした、はい、はい、ということで、まあ今週の MVP はねもう私見た時から決まってましたよ、これですね、はい、今週の、MVP は、ポペネームミーさんの女優のスゴ技テクニックに男優がテクイテクイとアイデル MV でしたテクイがね私はもう、もうこの言い方若くていいですね、私はね、はい、というわけでね、まあ、あのこの〇〇の AV のコーナーもあのどんどん募集してますんで、ぜひあの皆さんもあの送ってきてください。お、間違えた、はい、というわけで、第10回、石原のぞみの超ホブちゃんラジオそろそろエンディングのお時間です。いかがだったでしょうか、今週もねすごく早かったですね、でですね、来週は、クリスマス前ということで、で皆さんからはクリスマスにまつわる話を募集しています。あ、これあれですか、普通おたのあれのあれですか、あ、そうですね、あ、久しぶりに来ましたね、久しぶりに来たんでちょっとゆっくり普通に読んじゃったんですけど、なるほどね、じゃ あ, あの皆さん普通おた勢の皆さんすいません、あの今週はあの普通おたではなくあのクリスマスにまつわる話を募集しています、体験談やったりとかクリスマスの雑学など何でも構いません、もうとにかくクリスマスが関係していれば何でも大丈夫です、ね、ラジオトークの番組ページにある質問を送るというボタンからポペネームを書いて送ってください、はい、でですね、ちょっとこれは皆さん第10回に間に合わなかった
ですけど、ちょっと切りのいいね、まあ、11回ということで、いいね、もうこう、切りがいい11ということで、21日のね、放送にてですね、ついにこの超ホブちゃんラジオに記念すべき一人目のゲストが登場します。誰が来るか、来週告知します。お楽しみに。再来週に来るの？そうです。やばい。これね、皆さんが想像している人じゃないと思います。そうです、ね。絶対。私ね、すっごい好きな人が来るんですけど、緊張すらーやだー、本当にオッケーしてくれと思わなかったから嫌です。いやーもう、はい、頑張ります。ということで、以上、のぞみの超プチャンラジオ、毎週水曜日の21時から生放送でお届けしていきますので、ぜひ次回も遊びに来てください。それでは、また来週。